はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ロシア、ベラルーシに9000人の合同部隊、北部からキーウ再攻略の準備か。ベラルーシの国防省幹部は16日、同国とロシアで編成する合同部隊に参加するロシア軍は約9000人規模で、第一陣がベラルーシに到着し始めたことを SNS で明らかにした。第一陣からすでに到着が始まっており、展開には数日間を要するという。ベラルーシ国防省も16日、航空部隊がロシアから到着し始めたと発表した。ベラルーシはウクライナ北方に位置し、ロシア軍にこれまでウクライナ侵略の拠点を提供してきた。ロシア軍は3月末にキーウ周辺から撤退し、キーウ攻略を断念していたが、再び北部から攻め込むための準備を始めたとの見方が出ている。ウクライナ侵攻で苦戦するロシア軍は人員不足にあえぎ、9月の動員令で予備役30万人を補充しているのが実態。合同部隊の活動場所、目的は謎が多い。2月の侵攻前、軍事演習名目でベラルーシに入ったロシア軍は3万人以上に上ったと指摘されており、今回はその3分の1程度となる。タス通信などによると、ロシアと結びつきの深い中国やカザフスタン、ウズベキスタン、エジプトなどが15日以降、ウクライナに滞在している自国民に対し早急な国外退避を相次いで要請した。中国については現地の大使館を通じた退避が始まっているという。このように報道されております。まず前提としまして、兵力としてですね、約9000人規模というですね、1万にも満たないというのは少ないと思われます。今回の動きは、ロシアプーチン政権によりますウクライナの首都キーウ再攻略が目的の可能性も否定できないかもしれませんが、だとすれば約9000人規模の兵力というのは少なすぎると思います。今回のロシアプーチン政権によります大義も正義もないウクライナ侵攻が開始された当初、ロシア軍とウクライナ軍の兵力の比較については次のような報道がありました。2022年3月18日のニュース。2022年版のグローバルファイアパワーの戦闘力指数では、ロシア軍がウクライナ軍の6倍以上のポイントを有し、評価された全142カ国中の順位でも2位と22位と大きな差があることが明白である。同じグローバルファイアパワーのデータに基づけば、ロシアはウクライナに対して人口で約 3.3 倍、軍務適齢人口で約 3.0 倍、常備兵力で 4.3 倍、国防予算で約 13.0 倍、戦闘機数で約 11.2 倍、戦車数で約 4.8 倍、自走砲数で約 6.2 倍、水上戦闘艦船と潜水艦を総合した艦隊戦闘力指数で約 15.9 倍と圧倒的な戦力を保有している。しかし3月18日の時点でキーウは未だ陥落せず、ロシア軍の進軍も滞っているようだ。このように報道されておりました。しかし、ここまでの兵力の差が報道されていた時でも、ロシア軍はウクライナ軍の反転攻勢に苦戦しました。その後ウクライナ軍の反転攻勢が進み、ロシア軍のキーウでの苦戦が表面化してからは、ロシア軍は中央軍管区の部隊やウクライナ東部から第一親衛戦車軍も転戦させ、かつロシア空軍もキーウ州などを空爆したという経緯があったと思います。それでもロシア軍はウクライナの首都キーウを攻略できませんでした。その後ウクライナ軍は反転攻勢し、ロシア軍はキーウから撤退しました。そしてウクライナ情勢は長期化し、ウクライナ軍はその後ウクライナ東部南部で大規模な反転攻勢に出ました。ウクライナ軍は9月、ウクライナ北東部ハルキウ州のほぼ全域を奪還することに成功し、ロシア軍は大きな損も受け、現状ロシア軍は兵力が不足している状況が伝えられております。通信傍受などの手法で諜報活動を行うイギリスの情報機関 GCHQ のフレミング長官は、ウクライナ侵攻以来ロシアは人員と装備面で驚異的な損失を被ったと述べ、ウクライナ侵攻を続けるロシア軍について疲弊していると述べ、現場の指揮官も物資と弾薬が不足していることを知っているとの見方を示しました。このように報道されております。こうした経緯を考えますと、ウクライナ侵攻が開始された当初、まだロシア軍が大きな損耗を受ける前でも、ロシア軍はウクライナの首都キーウを攻略できなかったということがありましたが、現状ロシア軍が大きな損耗を受け、物資と弾薬などが不足しているという状況が報道されている中、今回報道されております
約9000人規模の兵力でウクライナ首都キーウ侵攻や攻略をするというのは無理があるように見えます。なおかつロシア空軍もウクライナ侵攻開始当初のような活動ができるような状態でもないということがあると思います。もしロシア空軍がウクライナ侵攻開始当初のような活動ができるなら、そもそもイラン製の可能性が指摘されているドローンなどを使用してキーウを攻撃する必要はないということだと思います。つまりはこうしたことはロシア空軍の力が低下していることを示唆しているというふうに考えられると思います。ロシア戦略の重大欠陥、ウクライナ制空権握れず、ドローンとミサイルではウクライナの攻撃は止められない。ウクライナ侵攻で苦戦しているロシア軍は調整不足から兵士の士気低下に至るまで様々な問題に直面している。だが西側の軍事関係者によると、戦争の初期にウクライナの制空権を掌握できなかったことが致命的な要因となり、これがあらゆる面に影を落とし、ロシアの劣勢要因となっている。制空権を掌握できないため、ロシアはアメリカからウクライナに供与された高機動ロケット砲システム、ハイマースなどの武器によるウクライナ側の攻撃を止めることができずにいる。ウクライナ軍はロシア軍の限られた対応能力に乗じ、先月初めから数百平方マイルの領土を奪還してきた。ロシアは最近、優勢なウクライナ軍に対抗するため、ミサイルやドローンを使って攻撃を行っている。しかし、こうした攻撃でさえも、ロシア側の航空戦略の弱点を示すものと西側の軍事アナリストは指摘する。撃墜されるのを恐れて操縦する航空機ではなく、遠隔操作の無人機などに頼らざるを得ないことを示すものだという。このような指摘分析が報道されております。こうした経緯を見てまいりますと、今回の一連のロシアプーチン政権側の動きというものは、ウクライナ軍の戦力分散を狙ったロシアプーチン政権側の陽動戦術とする見方が強いのが実情ではないかと思います。ルカシェンコ大統領は7日にロシアでプーチン氏と会談しておりまして、一連の動きはプーチン大統領の意向を受けたものである公算が大きいと思われます。ベラルーシの参戦には懐疑的な見方が強い。ルカシェンコ氏は従来基地の提供などでロシアを支援する一方、派兵を否定。同氏は参戦した場合の追加制裁や国内の不安定化を懸念しており、ロシアとの摩擦を避けつつ自国が当事者となる事態も回避する思惑だと見られている。さらにベラルーシ軍は小規模な上、東南部の戦線で劣勢に立つロシアは一旦撤退した北部に再び戦線を構築する余力に乏しい。アメリカシンクタンク戦争研究所も11日、ロシアはベラルーシから兵器や弾薬を南部の戦線に移送しているとし、北部への再侵攻と矛盾すると指摘した。このように報道されております。ただですね、こうした報道が出ている情勢であるならば、すでに例えばポーランド上空などを飛行していると報道されている NATO の早期警戒管制機 AWACS などがほぼロシア・ベラルーシ側の部隊の位置や兵力を把握し、ウクライナ側にその情報が筒抜けになっている可能性も考えられると思います。さらにロシア軍は現状制空権を未だに取れていません。ですので今回ロシア・プーチン政権側がベラルーシと合同だとしても、やはりですね、兵力が少なすぎる、あるいはウクライナ侵攻開始当初と比べてロシア軍が大きな損も受けている、そしてロシア空軍が制空権を取れていない、そうしたことが指摘されておりますので、ロシアプーチン政権側がウクライナ侵攻開始当初と同じような手法でキーウ攻略ということを考えても失敗する可能性の方が高いように見えます。ロシアプーチン政権としては今回の大義も正義もないウクライナ侵攻で掲げてきた目標、ウクライナ東部ドンバス地方とウクライナ南部の完全支配の確立という目標がほぼ頓挫する可能性が高まっているように見える中、兵力不足ということも指摘されておりまして、こうした情勢下、ウクライナ東部でのロシア軍を予備役の訓練不足が指摘されている動員兵で、まあ、ある種取り繕いつつですね、ベラルーシ側からウクライナ首都キーウへ再侵攻するという目的もあるのかもしれません。しかしロシアプーチン政権がウクライナ首都キーウへの再侵攻を考えていたとしても、あるいはこれが陽動戦術だとしても、いずれにいたしましても約9000人規模と言われている兵力では物資もその兵力ということも少なすぎるように見えます。またもしベラルーシ軍が動くということがもしありますと、そのウクライナへ入ってくるベラルーシ軍を阻止するためという名目で NATO は友好国を助けるため軍を動かすという理由が成り立つ可能性も考えられると思います。仮定の話ではありますが、もしベラルーシが参戦と
いうことになってまいりますと、 NATO も正式にウクライナを防衛する名目でロシアではなくベラルーシ側からウクライナ側に攻め込んできたそのベラルーシの部隊を阻止するという理由が成り立つ可能性があるように見えます。その場合 NATO はベラルーシ側からウクライナに侵攻してくるベラルーシの部隊だけを阻止するということでウクライナの防衛に協力しているだけでロシアとの直接的な交戦をしているわけではないという論理が成り立つようにも見えると思います。あるいはもし仮定の話ではありますがベラルーシ軍が参戦するということであるならば NATO 軍はベラルーシ領内の軍事拠点を制圧するということも可能かもしれません。これは NATO 側から見ればロシア領内ではありませんので NATO としてはそうしたことを行えると判断する可能性もあるかもしれません。 NATO がもしそうした動きをした場合今のロシアプーチン政権やロシア軍には CSTO ロシアが主導しベラルーシなど旧ソ連圏6カ国が加盟する軍事同盟集団安全保障条約機構を発動してベラルーシを支援し助ける余裕はロシアプーチン政権側には現状ないように見えます。つまりベラルーシが現状劣勢が伝えられているプーチン政権の大義も正義もないウクライナ侵攻に参戦するということであるならばそれはルカシェンコ政権にとっても何のメリットもないというふうに見えてくると思います。もしベラルーシが参戦するということになってまいりますとその結果ルカシェンコ政権は大きな痛手を受け国内ではルカシェンコ政権の政策への不満や反感が高まり今のロシアプーチン政権と同じように反政府的な機運というものが高まる可能性も考えられると思います。そのことはルカシェンコ政権の足元が大きく揺らぐという可能性につながることが考えられると思います。さらにもし仮定の話ではありますがロシアプーチン政権が核という選択肢を選んだとしても NATO の報復を受けることになると思われまして結末は変わらないと思います。アメリカいかなる形態の核攻撃も容認せずアメリカのサリバン大統領補佐官国家安全保障担当は16日 CNN の取材に対しロシアがウクライナとの戦争でいかなる形態で核兵器を使用してもアメリカがその対応に区別をつけることはないと述べた。サリバン氏は CNN 記者からの仮定の質問に答えた。記者は小さな標的を破壊したり黒海で爆発させたりするといった核兵器のいわゆる戦術的な使用について大規模な攻撃と区別して扱うのかどうか質問した。サリバン氏はウクライナの戦場での核兵器の使用はウクライナの戦場での核兵器の使用だと強調、使い方に違いがあるとの考えは危険な考えだとの見方を示した。サリバン氏はアメリカには北大西洋条約機構 NATO の同盟国やパートナー中国インドを含む世界中の責任ある国々と協力してロシアに対し今回の戦争で核兵器の使用を考えるべきではないという明確で断固としたメッセージを送る義務があると語った。広瀬教授、ロシア核兵器使用可能性著しく低い、使えば欧米の反発必至、ロシアに勝ち目はない。ロシア政治を研究し政府の国家安全保障局顧問などを歴任した慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬教授が16日放送のフジテレビワイドナショーに出演。ロシアが核兵器を使用するのではないかという見方については著しく可能性は低いと思う。核を使用してしまうと欧米が激しく反応してくるのは間違いなくて、おそらく NATO 参戦ということもあるんじゃないかと思う。そうなるとロシアに勝ち目はない。核を使ったその時こそロシアが終わる時、本当に終わりを覚悟していないと核は使えないと思いますと述べた。このように報道されております。こうした様々な報道を俯瞰的に見てまいりますと、プーチン政権に取れる手段は少なくなってきているように見えまして、プーチン政権はその政権の全体の揺らぎということと直面しているように見えると思います。ロシア、プーチン氏失脚や内戦に直面も、侵攻めぐり辞任の元外交官、ロシアのプーチン大統領が選んだウクライナ侵攻がプーチン氏自身の失脚につながり、内戦や国家分裂といった混乱を引き起こす恐れがあると元ロシア外交官のボリス・ボンダレフ氏が語った。ボンダレフ氏はジュネーブで国連機関代表部の外交官を務めていたが、ロシアのウクライナ侵攻に抗議し5月に辞任した。ボンダレフ氏はアメリカ外交専門誌フォーリンアフェアーズへの寄稿で、ロシアのプロパガンダを反映する情報をロシア政府に報告する外交官が評価される実態に触れ、こうしたイエスマンによってプーチン大統領が侵攻といった大きな決断を下す土壌が作られていると指摘。プーチン氏が失脚すれば
ロシアの将来は極めて不確実なものとなると述べた。プーチン大統領の主要顧問らが国家安全保障関連の歴任者であることを踏まえると、プーチン氏の後継者が戦争を継続する可能性は十分にある。しかしロシアにはプーチン氏ほどの人物はおらず、ロシアが政治的混乱に陥る公算が大きく、カオスに陥る可能性さえあるという見方を示した。さらにウクライナとのいかなる停戦もロシアに軍再配備の機会を与えるだけとし、完敗させる以外プーチン大統領を実際に止めることはできないだろうと述べた。またウクライナが勝利しプーチン氏が失脚した場合、ロシアがプーチン氏よりも好戦的な指導者の下で団結し、内戦や他国への侵攻などを引き起こす可能性もあると警鐘を鳴らした。ボンダレフ氏の寄稿文についてロシア外務省からコメントは得られていない。ロシア軍機墜落で集合住宅が炎上、ロシア国内の反戦ムード高まる可能性。タス通信などによると、ロシア南部クラスノダール地方エイスクで17日ロシア軍の戦闘爆撃機スホイ34が訓練中、集合住宅の敷地内に墜落した。ロシア軍がウクライナ侵略で苦戦する中、国内の反戦ムードが一層高まりそうだ。このような指摘分析が報道されております。ウクライナ情勢は一つの正念場と直面しているように見えます。ことここに至っては、ロシアプーチン政権はこの大義も正義もないウクライナ侵攻を即停止し、ロシア軍は無条件でウクライナから即撤退するべきであります。そして西側諸国は一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援していく、このことが重要であると思います。ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そしてウクライナに一分一秒でも早く平和を取り戻す、このことが最重要であります。そしてウクライナの平和と国際社会の平和、秩序を守り抜く、このことのために西側諸国はより一層団結していく、そのことが最重要であると思います。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。